1972年から1973年、週刊少年サンデーにて、コマが回る、連載。1977年から1981年、週刊少年サンデーにて、親子デカ、連載、桜担当になります。1978年から1980年、少年ビッグコミックにて、俺が大将、連載。1980年から1984年、少年ビッグコミックにて、一撃伝、連載。1982年から1987年、週刊少年マガジンにて、バッツ&テイ、連載。1988年から1989年、週刊少年マガジンにて、ショット、ダン、連載。1988年から1989年、月刊少年マガジンにて、KO、連載。1991年から1996年、ミスターマガジンにて、こちら、大阪社会部、連載、桜担当になります。1992年から1993年、漫画アクションにて、ナムさん、連載。1992年から1993年、月刊少年マガジンにて、アクションスター、連載。1994年から1995年、月刊少年マガジンにて、チーム男道、連載。1996年から1997年、ヤングマガジン創刊、エグザクタにて、ジョッキー、連載、桜担当になります。1997年から1998年、週刊現代にて、スポーツジョイ、ヤガミラン、連載。2001年から2002年、週刊ポストにて、熱き男の2002、連載。2002年から2005年、コミックランにて、探し屋の女房、連載。2005年から2006年、コミックランにて、フォロー、2匹のブライ、連載。2006年から2008年、コミックランにて、武田24章、連載。2008年から、コミックランにて、変革商売、連載中です。桜担当になります。以上は、大島康之先生の、主な作品になります。